皆さんこんにちは、ご紹介いただきました嘉数道彦です、はい。沖縄はですね、日本の中でも、一番南の、場所にありまして、160の島々から成り立っていて、人口が、およそ145万人ほど、いる、日本の一県になっています。そしてその日本の中でもですね、大変その芸能が盛んな、地域でして、歌の島、踊りの島、芸能の宝庫と言われるほど、いろんなあの芸能が存在いたします。ではその宮廷内で誕生した、まあ、舞踊ですけれども、ジャンル分けをちょっとこの後ご紹介したいと思います。一つ目にですね、老人踊り、まあ、その老人老女、が出てまいりまして、おごそかに踊られる踊りがあります。続いては、和歌集踊りと言いまして、和歌集と言いますのは、まあ、元服前、成人前の少年14、5歳の男の子たちが、まあ、踊る、こちらはまたはつらつとした、踊りになっています。続いては、女踊りになりますが、こちらも、まあ、あの男性士族が演じる演目になっておりますけれども、ゆったりとした、まあ、古典音楽に乗せて、恋や愛などをテーマに描かれた作品が主となっています。そして、二歳踊りと言いまして、まあ、いわゆる男踊り、男性の踊りになります。こちらは、日本の大和芸能、大和文学などに影響を受けながら、沖縄の独自の空手の型なども取り入れつつ作られたと言われている踊りです。琉球舞踊を、ご紹介しました。続いては、組踊りという芸能がありますが、これは1719年当時の踊り奉行を務めていた玉城長君によって、創作され、初めて演じられたと言われています。組踊りは、まあ、琉球独自の、セリフ、音楽、舞踊、踊りからなる、歌舞劇と言われておりまして、日本本土の芸能、能狂言、歌舞伎などまた、さまざまな国々の影響を受けながら、琉球にあった、古事、昔話などを用いて、作られたと言われています。今琉球王朝時代に、誕生し演じられていた、まあ、宮廷舞踊、そして宮廷演劇をご紹介しましたけれども、1879年に、琉球王国から、日本の中の、沖縄県ということで、まあ、廃藩置県が、行われ、また新たな芸能が誕生してきました。これまでは、まあ、宮廷内で演じられておりましたけれども、それが、お客様を大衆に、一般庶民を相手に、芝居小屋を作りまして、見ていただくという形で、新しい踊りを象踊りという踊りが誕生しました。象踊りは、一般庶民がその主人公となっておりまして、使用されている、音楽もですね、古典舞踊の時の、宮廷音楽とは異なりまして、一般庶民がその歌っていた当時の流行り歌であったり、民謡などを用いながら、つけている衣装も一般の方々がつける、まあ、かすり衣装などをつけて、踊りが作られました。組踊りもですね、やはりあの宮廷内の芸能で一般の方々にはなかなかあの難しい芸能ということで、より庶民受けする、まあ、大衆演劇、沖縄芝居が、誕生しました。その中には、まあ、ミュージカル的な、歌劇であったり、また、一般の、セリフを用いた、まあ、セリフ劇などが、あります。終戦直後になりますが、焼け野原となった、まあ、戦地の後で、沖縄の芸能は、非常に大きな、活力として人々が生きる
活力として、心の励みになりました。ドラム缶の上に、ベニヤ板を敷いて、舞台を作り、そしてまたパラシュート生地を、衣装に仕立てたりしながら、多くの人々はもう芸能を心の拠り所として、明日への活力と、しました。戦後アメリカの統治下に、しばらくありましたけれども、日本本土復帰と同時に、組踊りが、国指定の重要無形文化財になりました。そして現在では、琉球芸能を広く、継承していこうということで、沖縄には、県立の芸術大学が開学し、また、国立劇場沖縄が開場しまして、舞台公演と合わせて養成研修なども行っています。そして、沖縄の芸能は、舞踊組踊りともに現在でも新しい、作品が次々と作り出されています。今日は限られた時間内で、琉球芸能沖縄芸能についてご紹介いたしましたけれども、ぜひ、沖縄においでの際は、沖縄の芸能にも、ぜひ触れていただければと思います。ありがとうございました。ブリマカシ。はい、で次にこのビンタの方、こう顎のところのこの髪の毛をまとめたいと思います。はい、これが瓶型です。で、日本のようには帯はしません。でこの紫で全部差し込んで着付けをします。でこれが古典女踊りの前つぼりをしたあの着付けですね。基本的な着付けです。こちらの楽器は、琉球を代表する最もポピュラーな楽器三線と言います。この黒い竿の部分は、琉球黒炭で作られています。胴体には錦蛇の皮が両面貼られています。このムディを回してチューニングを行います。これ爪、琉球の言葉ではチミと言いますけれども、水牛の角で作ったチミを右手にはめて弦を弾いて演奏します。で、この三線の演奏法ですけれども、沖縄では歌三線とよく言いますが、歌がメインで三線はその伴奏楽器として用いられています。歌を導き出すようなゆったりとした演奏スタイルが特徴です。歌詞に非常に特徴がありまして、流歌という形式を持った歌の形があります。その8886というフォーマットの中で作られた歌を曲に乗せて歌うというのが琉球音楽の特徴です。他にも4つの楽器がありまして、まずは琴、琉球の言葉ではクトゥと言います。その他に、笛、空調。We have flute and 空調 which is a Chinese fiddle と、太鼓の、歌三線を合わせて5つの楽器でグループを編成して、琉球舞踊や組踊りの演奏を行います。で、この三線という楽器を用いたあの音楽のジャンルがありまして、琉球王朝時代宮廷音楽として、親しまれていたのが、今日演奏する琉球古典音楽です。
そしてこの琉球王朝時代、琉球王府が崩壊して日本という国になった後にできてきた民謡というジャンルの音楽があります。で、最近、若い人たちの間で、まあ、あのエレキギターとかベース、ドラム、現代音楽と一緒にセッションするような形でも頻繁に演奏されていますが、そういった新しい音楽を沖縄ンポップスと呼んでいます。コテ女踊りの手踊りですね。と体験してみましょう。じゃあ、そう、ギターカンチューバーや。はい、拝み手。拝み手。はい。で、こねり手。こねり手。はい。ぶせんたがん。押す手。押す手。はい。これが琉球舞踊独特の手踊りですね。So that's the basic movement, hand movement. はい。で、まず、手のひらをまず拝みます。この時には、きれいにパーをするんじゃなくて、少しお水が入るぐらいの手のひらを丸くします。そう、いねたぱたがんと、actually, like, ぼれれたあいがあたす、たがんにね。はい、それで、天を天に向けます。くあたす、はい、そして次はこねり手です。すると手首を曲げて、そして中指と親指を つなげます。こう the middle finger and the thumb。はい、でくるっと回します。And pushing。はい、そのままつけたままですね。親指と中指。はい、それで押す手。押す手。はい、上から。だりあたす、はい、でもう一つあった手があります。 And we also have another hand movement。 はい、月を眺める手があります。これは人差し指と親指をつなぎます。 Thumb and the second the pointing finger。 はい、するとこれが鳥のくちばしに似せます。It seems like the birds. はい、するとこれをおでこの方に当てます。これが月を見る手です。
So this one is viewing moon. Tengok bulan, ya? Gesture untuk tengok moon, bulan. はい。これが月見でですね。あ、はい。じゃあそれではですね、曲に合わせて皆さんのこねり手をやりたいと思いますので、よろしくお願いします。Okay, boleh dengar music ya? Sekali dengan music, kita try movement.1つ質問来ましたね。女性と男性の踊りでメイクは同じなんでしょうか。ですね、メイクはですね、違いますね。この、女性のメイクはだいたい半月、半月、三日月のような形で丸みを描いたような感じの眉が、これが女踊りの眉です。男の場合は少し角を立てます。はい、サムライとかなるとヒゲも描きます。これがサムライです。サムライ、はい。次は女ですね。実際フィメアプロポン感じが違いますね。いや、very different ya。 PermintaanIf, kalau kita boleh take picture by on the screen ramai-ramai. Ah, 終わる前にみんなでスクショを撮りたいですっていうことです。Si, all semua peserta boleh buka kamera lah untuk mina video kenangan dan juga pembuktian dalam pernyataan. Thank you semua. Atasan des. Terima kasih. Terima kasih. Thank you from Aswara, from UPSI.From UMK, from UITM, from UDIMAS. Ada yang saya tak sebut? Semua cukup, eh? Okay. So, thank you. Jumpa lagi. Bye. Hai, 終わりたいと思います。はい、ありがとうございました。terima kasih. Terima kasih.